こんにちは、森本龍太郎です。今回は、皆さんからいただいた質問コーナーをやっていきたいと思います。なんか予想以上にものすごい数の質問をいただきました。本当にありがとうございます。で、その中から、質問を答えていこうかなと思います。じゃあ行きまーす。怖い話をしてください。怖い話、まず僕怖い話っていうより怖い話をされるのは無理なんですよね。だから怖い話って実際持ってる人いるんですかね。でもなんかたまにあるのはなんか僕だけかもしれないですけど、ふとした時にその何ですか、鳴ってる音が早く聞こえるんですよ。わかります、この感覚。なんて言うんかな、例えばテレビとかの音とか水の音とかがものすごい早く感じるんですよ。2ヶ月に1回ぐらいのペースで、その時はちょっとマジで怖くなりますね。ほんで自分だけですよ。周りの人は普通に生活してるけど、生活のしてる歩くスピードだったりとか流れてる音だったりとかが、2倍ぐらい速く感じるんですよ。耳に頭の中で2倍速くなっちゃってる。別になんか危ないものやってるわけじゃないですか。いきましょう。はい、4月から上京してきました。東京生活において何かアドバイスお願いします。そうっすね。でも言うて僕も金沢から上京して多分今年で20年ぐらいになるんですけど、とにかく東京は人が多いですね。渋谷とか多分新宿とかやばいっすよね。多分本当に多分その電車の数とかも多くないですか。なんか7分に1本とか、まあ、山手線だからと本当3分に1本とか来るから、そこは多分焦っちゃいますよね。なんでとにかく電車の、そう、よく使う絵文字や好きな絵文字は何ですか。今回はこのような企画期間限定動画を配信しているけど、ありがとうございます。ありがとうございます。デュータの安作さんも体に大切に過ごしてください。あ、お願いします。よく使う絵文字なんだろうな。普通になんか僕あんま使わないっすね。どっちかって言ったらなんか強いて言うんであればなんかうるうるみたいな感じの絵文字っす。顔文字でなんかちょっとうるうる来ちゃってるみたいな絵文字は使いますね。はい。カラオケでどんな曲歌いますか。そうっすね、なんかカラオケってなんかなんていうんですか、友達とかと行くとそのやっぱその人の年代とかその人の好みって違うじゃないですか。で僕は、まあ、どっちかっていうとそのアニメが好きなんで、例えばアニソンだったりとかは歌いますね。アニソンが一番多いっすね俺は。だからその最近の曲とかも全く分かんないし、例えばなんだろう、なんていうんですかね、そういうジャンルに分かれてる曲なんか全く聴かないですし、本当にもうアニソンしか最近は聴いてないですね。龍太郎くんは将来どんな人になっていたいですか。そうですね、僕は将来まあなんかそのね、これからの子供たちがやっぱりね、この世界を引っ張ってくれると思うので、まあ、子供たちに役立つような仕事をしたいと思って今もこうやって活動させていただいているので、やっぱこれからの子たちのためにできることをやっていきたいです。はい、芸能人で誰に間違えられたことはありますか。僕は普段なんていうんですか、この姿で歩かないんですよ。なんか知らないけど、だから帽子とマスク、まあ、ずっとマスクをつけてるんで、その芸能人に間違えられたことって本当なくて、強いてあるんだればトントンって後ろかけられて、森本龍太郎くんですかってのがありました。昔いたんですよ、森本龍太郎くんっていう芸能人の子が。その子に話しかけられ、間違えられたことはあります。はい、本人です。ファッションで好きな系統教えてください。過去自分が着用するものよろしくお願いします。僕は、丈感のある服とかダボダボした服がすごい好きです。
楽なんですよね。シャキッとしてるのすごい苦手なんで、もうダッポダッポしてる方が好きですね、はい。宝物は何ですか？宝物、これ難しいっすよね。宝物、なんだろうな、なんかこれマザコンだと思われるかもしれないですけど、小学校1年生の時にうちの母親がなんかその小学校のなんていうんですか、企画みたいので、企画じゃないな、なんかなんだろう、これなんだ、なんていうんですか、ああいうの企画っていうか、その授業みたいなので、その二十歳になった自分がどうなってるかを僕らが書いて、お母さんたちには二十歳になった息子とか娘に対して書いてくださいみたいな企画があって、その紙を持ってるんですよ、今未だに。それですかね、 C って言うんだれば。マザコンではないです。はい、リュウタロに質問です。生まれ故郷の金沢市に遊びに来る予定はありますか？生まれも育ちも金沢市、金沢市在住、金沢市在住リュウタロと同い年の社会人3年目女子を、金沢に関しては僕毎年帰ってます。はい、毎年帰ってます必ず。まあ、帰った理由もなんかなんていうんですかね、要は本来ならうちの母親が帰らなきゃいけないんですけど、なかなか帰らないので、まあ、その家族を代表として僕が帰ってる、まあ、初孫っていうのもあるんで、僕が顔を出して、今年一年ありがとうございました的なことを毎年やってます。だから毎年必ず帰ってますよ。だから金沢市にはいますよ、毎年どっかに。はい、最近ハマっている食べ物は、最近ハマっている食べ物、こんにちは、こんにちは。私は身長が161センチで少し高めなのですが、龍太郎くんの女の子の理想の身長を知りたいです。そうですね、なんかまあ身長はまあ僕の意見ですけど、高ければ高いほどいいんじゃないかなって思います。僕はそれがやっぱ女の子の武器でもあるんじゃないですか。で、僕は身長高い方がいいかなと思いますね。まあ見た目じゃないです、女の子は中身。突然ですが、龍くんは A 型ですよね。そこで自分が、ああここは A 型だなと思うところを教えてください。そうですね、で僕はあんま A 型って感じないんですよね。どっちかっていうと O 型に近いのかなと思ってて、大雑把なんですよ、とにかく。ただすっごい A 型だなと思ったのが、シャンプーとリンスとボディーソープの向きが必ずこっち、なんていうんですか、でもこっち向きにしたいんですよ、自分に向くように。こっちとかこっちとかになってほしくないんですよ、必ずこっち向きにしたくて必ず徹底してますね。あとはリモコンの、テーブルのリモコン、ここに必ず置きたいんですよ。こうなってるのがすごい嫌で、友達とか来るとこうなるんですよ、イライラしちゃって、必ずこっちにしてほしいって言ってます。ゆうくんはたくさんプレゼントをもらう機会があると思いますが、もらったプレゼントはどのように保管をしていますか？よろしくお願いします。これ初めて言うかもしれないですね。僕は例えばそのファンレターとかそういうのいただくじゃないですか。そのまあ前の行った時からそうなんですけど、その実家のそれの専用に部屋があるんですよ、僕専用で。で作ったんですけど、そこに置いてあります、必ず。でもらいただいたものも全部そこに保存してて、で実際見た2005年だとか2006年だとか、もう最近の2019年だとか、そういうのも全部保管してあります。で年代ごとに分かれてるんですよ、必ず。それは徹底してますね、そこは。でもそれ何ですか、せっかくやっぱりいただいたものだからこそ、その簡単に捨てるとかしたくなくて、ただ読んだらポーじゃなくて、ちゃんと保存しっかりすることに意味があるのかなって。